さんは結構トークショーとかで名古屋に行かれることも多いと思うんですけど、名古屋の男性ってどういうイメージを持たれてますか？名古屋の男性はファッション、女性もそうなんですけど、ファッション感度が高い人は非常に多くて、もちろんやっぱりなんだろう、買い物する人っていうか購入力を持ってる人っていっぱいいると思うんですよ、うんうん、なんだけどどうしてもやっぱ東京で買ったりとかいろいろ話聞くとやっぱ大阪行って買ったりとか、うん、でなかなかこう実際どこで買ってるんだろうっていうのが多くて、うん、今までは本館とか南館に点在してたものを一個にまとめ、でさらに新しいブランド、うん、新しい感性のものをエディットして、うん、名古屋の男性にそれを問うと、それが今年の春ですね。名古屋初進出となるブランドも多くて、代表的なのは、まあ、桜井さんも大好きだと思うんですけど、トム・フォードがかなり大きなスペースを割いて名古屋初登場と、でさらにベルスタッフ、まあ、イギリス生まれのライダースジャケットですね、うん、それも、まあ、セレクトではいろんなところに入ってたと思うんですけど、うん、一つのコーナーとしてベルスタッフの世界観が見れると、これも名古屋初ですね、うん、とあとは、まあ、ビッティウォモなんかでも、うん、もうみんな被ってるボルサリーノ、うん、これもフロアでワンコーナーで展開するんで、うん、品揃えも豊富という新しいエディットをするそうですね、うん、なかなかでもね、やっぱりトムフォードもそうだけど、あの靴の売り場もあれだよね、リニューアル、そうなんですよ、1階が入ってすぐのところが、まあ、革物を集めたフロアで、うん、で